ここは巨人の中でしょうか。どうやら招かれたようだな。ちった心を開いてくれたってことが。でも巨人はまだ納得してないみたいね。今までのことを反省するだけじゃ信用できないってことかしら。とにかく訴えかけ続けよう。みんなの気持ちが通じるまで。一緒に頼むよ。一緒にやらせて。あなたは私たちを試しているんですよね。この世界の人々の心を。ならば感じてください。私たちの心からの反省と心からの決意をあなたを目覚めさせるようなことはもう二度としません。同じ過ちは繰り返しません。だからもうみんなを苦しめないで。よし、行くぞ。私もやるわ。行きます。よろしくな。俺もやるよ。やろうじゃね。この島はいただくぜ。俺もやるよ。一緒に頼むよ。よし、行くぞ。俺はもう迷わない。行くぞ。全てを出し切って切る。さあ、
いいパン思いついちゃった。いい歌だ。歌力をくれる。歌の力か。さあ見てろよ。おらおらおら。力が湧いてくるわ。俺にもやらせてくれ。歌が力をくれる。見てろよ。すべてを出し切って切る。歌の力。なんだろうこの力。助かったわ。歌の力があれば俺はもう迷わない。俺にもやらせてくれ。そして世界は元に戻る。歌い続けます。力が湧いてくるわ。私がやらなきゃ。頑張って。
って。ありがとう。歌の力があれば。私もやるわ。いい歌だ。さあ見てろよ。銃構えて。貴公も道を誤った民への戒め、警告という役目は十分に果たされたはず。これ以上は逆効果になると思うが、いかがかな。過度に人々を苦しめることはジャスティスに反すると思います。たとえ動機が正しいものだとしても、いえ、正しいものであればなおさらです。すまんな。歌が力をくれる。見てろよ。気を込めて全てを断つ。命の大切さは私のような機械にも分かります。この世界の人からその大切なものを奪わないでください。あなたの真の目的はこの世界の人々を滅ぼすことではないはずよ。世界から命の火を消さないで。お願いします。私たちにやり直す機会を、未来をください。もっと歌わせて。力が湧いて、いい番思いついちゃった。精霊よ、私に力を。頑張って。ありがとう。いい歌だ。私もやるわ。歌の力があれば。一緒にやろうぜ。湧いてくるわ。私がやらなきゃ。みんな、私の力を使って。ありがとう。もっと歌わせて。届いたかしら。私は異界の歌姫。この私の力で暗く闇の闇を。やろうじゃねえか。行くぜ。ほう、構え。
よっしゃ。納得してくれたのか。はあ、どうにか話はついたみたいね。もうヘトヘトよ。ちょっと待って、まさかあれは。